秀吉の恋人役。どういうことなんだ秀吉。今度やる演劇の相方が怪我をしての。秀吉の恋人役。それはつまりあんなことやこんなことも。わあ、何事じゃ。おじいさん。まったく、言葉より先に潰し合いを始めるなんてみんなさすがだよ。危ないじゃろうが。まったくお主だよ。それで秀吉、何をやるの。ああ、次の演目は美女と野獣でな。その野獣が。へえ、野獣ならこのクラスにぴったりの。誰が何にぴったりですって。まだ誰とも言ってないよ、みなみ。まったく、みずきのクッキーでお茶しようとしたら何よこの騒ぎ。クッキーいっぱい作ってきました。なあ、みなみ、この騒ぎは実は。何を。木下が恋人を募集中。ちょっとみなみ、そんなに大きな声出したら。秋久、お主どんな伝え方をしておるのじゃ。これでは誤解を招くだけではないか。F クラスの木下が恋人を募集中だった。何、木下争奪戦が F クラスで起こってるらしいぞ。俺は見たぞ、木下を取り合って島田が吉井を殴っているの。なんですって。木下結婚したから。木下好きだ。待て、やだ、私と謝るのがありなから。一体どんな伝わり方をしていったんじゃ。じゃあ吉井、ライバルが増えてしまったじゃないか。どうにかしろ秋久。どうにかしろって言われても。あ、ねえ姫路さん、そのクッキーもらっていい。あ、はい、もちろんいいですよ。こんな使い方、姫路さんには悪いけど。さあみんな、お茶会の時間だよ。全滅。え、皆さんどうしたんですか。姫路さんのクッキーにみんな感動したんだよ。秋久、さすがにそれは。なんだ、よかった。ど天然じゃな。さあ秀吉、稽古を始めようか。まったく、お主はいつも強引じゃの。まあ、その熱意は素直に喜んでおくぞ。ということは、うん、台本と仮衣装じゃ。やったー。それじゃあ、今日からビシバシ行くぞ。オッケー、任せてよ。お、どうじゃ秋久よ。まあ確かに誰も秀吉がお姫様役だなんて言ってなかったけどさ、せっかく勝ち取ったのにこの有様、僕はがっかりだよ。